はよう。3日目です。3日目のさつきちゃんの朝ごはん食べたいと思います。何買ったの？しゃぶしゃぶサラダね、いいね、ヘルシーでね、美容にいいよ。とうとうはね、ご飯食べないでこのまま夜までお仕事します。眠くなっちゃうからさ、やってると。とうとうは市販食べてる間準備をしてきちゃいます。さつきちゃんの分ちゃんと全部残しとくね。じゃあね。はい、あっちへ。3日目、3日目が一番暑いかもしれないよ。ああ、まだまだ明日も明後日も暑いかもよ。3日目夕方終わりました。途中なんとさつき寝てました。こいつ途中寝てました。皆さんこいつ寝てましたけども、手伝いに来て寝るなんて、なんだよ、片付けろよ。おらチート花ももう疲れてもう寝てるわ。1日目は雨でね、ちょっと中止しちゃったんですけど、今年の今回の課題はさつきちゃんと大きな声でね、叫んでよろしくお願いします、ショーやりますっていうのがね目標なんですよ。でね、結構声で、ね、出るようになったんで、ちょっと聞いてください。今からショーやりますって言ってみて、せーの、今からショーやります。このぐらい大きな声で言えるようになったね。頑張って片付けしたらさ、今日さ最後の2日だからさ、アイス何食べたい？アイス食べたい。あとスタミナつけるためにさ、何か食べる？アイスと牛丼。牛丼かよ、やだよ牛丼は。じゃあ焼肉。焼肉やだよ、うなぎが食べて。じゃあじゃんけんで勝った方が、じゃあ焼肉とかうなぎ食べよう。せーの、せーの、最初はグー、じゃんけんぽい。あじゃあ今日は寿司、焼肉します。いや寿司はダメ。なんで？あの近くにあるのに。いや寿司はダメ、焼肉って言ったから最初焼肉。分かった、焼肉。もう焼肉食わせない、もういいや、コンビニのご飯食べよう。いやー贅沢だからもうやめます。いやはい、はい、じゃあ頑張って最後の片付け終わってください。分かったよ。はい、今日この後ね、今から焼肉を食べてます。カレーライスか、美味しいですか？美味しい。明日も頑張りますか？頑張る。明日も頑張ります。焼肉いっぱい食べてます。明日も頑張る。あ、また来た。また来た。ではでは。おはようございます。4日目ですね。現在時刻7時5分です。7時に本来起きてないきゃいけないんですけど。寝てます。ほらね。おーい、起きて。時間だよ。行く準備してね。起きないとダメだよ。どうぞ、ちょっと先に歯磨いてくるからね。起きてね。うん。さつきちゃん、うん、朝ごはん何食べてんの？とりあえずドウィンナー。この間やらかしたのを挽回するためにしてんの。一昨日実は大盛りミートソース食べれるっていう豪語をして、絶対無理だからやめとけって言ったのに、朝ごはんそのままね食べれるって言って、結局食べれないで終わっちゃったんだよね。とうとうがその間全部朝の荷物を全部やってしまったっていうね、食べきれなかった。だから今日は反省を生かしております。はい、お猿のショーやります。どうぞこちら10分間のねショーをやっていきたいと思います。どうぞ、夏休み公演ということもあってね、今から1公演のみやっていきたいと思います。どうぞお集まりください。今からお猿のショーやります。見ていってください。はい、前向いて。はい、今からやりますよ。10分間のショーです。めちゃめちゃ暑そうだな。大丈夫、お前らがやる場所は日陰だから。よっ、OK。 はい、今からショーやります。どうぞこちらお集まりください。今からお猿のショーやります。さあ、沼津港新鮮館でお猿のショーやります。はい、大きな声、せーの、今からお猿のショーやります。めちゃめちゃ大きい声出るじゃんいいね、夏に進化してんじゃん。はい、今からお猿のショーやります。どうぞお集まりください。今からお猿のショーやります。見ていってください。よし、 OK、 戻ろう。よし、やろう。はい、4日目、だいぶ声が出てきたね。声出すのに違和感なくなってきた、うん、抵抗なくなってきた、うん、すごいじゃん。だいぶこの夏進化したね。恥ずかしいのがね、出てきた。じゃあさ、ちーちゃんたちにさ、
ねぎらいのさ、ぶどうをあげてあげて、座ってあげて、座ってあげて、ちーちゃんにもあげて、いいよ、はっちゃんにあげなくていいからちーちゃんにあげてよ、はい、ちーちゃんって言って、ちーちゃん、そう、はい、ちー、もう撮っちゃった、撮られてる、撮られてる、撮られてる、撮られないで、ああ、はい、これ最後ちーにあげて、お前は食べ過ぎ、仲良くなった？ちょっとは関係慣れてた。花に全部あげちゃったじゃん最初。はっちゃんが全部取っていっちゃうんだもん。ちー？ちー美味しかった？美味しい。ゆっくり食べた。あ、そっか。ちーちゃんにさ、頑張れって言ってあげなよ。ちーちゃん頑張れ。明日も頑張ってね。明日最終日だけど頑張っていきましょう。はい、ちーちゃん頑張るぞ。おお。さつきちゃん最後の片付け頑張ってます。最終日だいぶ分かったね、もうね。どう？さつきちゃんテントもできますか？すげえなあいつ。この1週間で全部の片付けがほぼ一人でできるようになりました。僕が花ちゃんとちーちゃんのご飯作ったりとか、夕方の掃除をしてる間にさつきちゃんがこれ一人をね、こうやってできるようになりました。だから終わった後全部ね、掃除とか終わって戻ってくると綺麗になくなってきます。じゃあ先にテントだけ縮めちゃって1個、話しながらちゃんと靴履いてよ。って野生児かお前は。ちっちゃい時のトートにそっくりだなお前は。 OK ナイス。じゃあもう1回やるか。じゃあ最後仕上げ、トートも一緒にやるか。じゃあ1回終わるよ。ということで、どうもこの時間になってきてもう真っ暗になりまして、片付けをねさつきちゃんと終了しました。5日間ね、まあ1日ちょっと雨で潰れちゃったけど、まあ4日間2人でね頑張ってやってきました。いろいろさつきちゃん進化したりとかね、すごかったね。この夏休みを通して、この夏休みのいい勉強になったね、これね。自由勉強みたいなね、うん、楽しかった。楽しかった。何が楽しかった？うん、仕事じゃないんかい。仕事も楽しかった。はい、だいぶあと、しかもさ、あの荷物とかさ全部片付けられるようになったよね。いいね。全部分かる。カーカに比べるとさ、トートの方がさ結構うるさかったでしょ、いろんなこと言われてさ。ああ、うん、でもいろんなこと学べてよかったね。はい、ということでね、さつきちゃんの2年目のね夏休みが終わりでございます。はい、いろいろ本人もね勉強して、今後はもうやめましょうか。やるの、はい、ということでね、まだ本人もやりたいっていうんでね、土日もあのやれる限りね一緒に行きたいと思います。はい、寒いのでそろそろ終わりにしたいと思います。皆さんね、たくさん、コメントいただけると嬉しいです。さつきちゃん頑張ったなと思った方はグッドボタンお願いいたします。そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画にお会いしましょう。バイバイ。